こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、レジ袋有料化あるある。みんなレジ袋有料化どう思う？まあ、これ政府が打ち出したなんか政策で、まあ、このレジ袋でね、3円徴収することをね、義務付けたんやけどね。まあこの海洋プラスチックゴミの削減とかなんか言いようけど、まあそのプラスチックの因果関係ははっきり言って全くないらしいっちゃけどね、まあ、要するにまあ愚策なんだけどね。でこの何があるあるかっていうと、つい先日ね、コンビニ行ったとよね、ミルキーブルーで、ポテトチップスを2つとお茶となんかガムかなんか買ったっちゃんね。でそれをのレジ持って行って、で支払い受けるやん。で店員が忘れとったか知らんけど、その生産が終わった直前に、あ、レジ袋いりましたかって言われて、まあミルキーブルーもね、人がいいんで、あ、いいですよって言ってね、答えたとよ。でどうなったかというと、あのシールも何も貼ってもらえんけん、こう素手でね、そのまんま持ってコンビニから出るみたいなね。これまるでなんか旗から見ると万引きみたいな感じに見えるっちゃけど、まあそういうことがあって、で家に持って帰る時も車から降りてそのままね、ポテトチップスとか素手で持って帰ったみたいな、めっちゃね違和感あったっちゃけど。で次もね、またコンビニ行ってね、カップラーメンを買ったとよね。なんかうまそうなのがあったんで買って、スミレっていうやつで、それ買ってレジ行って、レジ袋いりますかってね聞かれたとよね。でつい弾みで、あ、いいですよ、大丈夫ですって言ってしまったとよね。これもう別に3円をケチったわけじゃなくて、まあ、慣れてないのもあるんやけど。でそれでまたラーメンを素手で持って帰ったみたいなね。これ旗から見ると万引きに見えるみたいなね。これあるあるじゃない？みんなもない？そういうの。まあ、本屋さん行った時もね、袋有料ですがって言われて、その時はね、有料3円払ったっちゃけど、これどこでもやもんね、100均もやしね、もう義務化なんであれなんやけど、愚策と思わん？だっていいことないよね、これ。なんかなんていうと、プラスチックとの、海洋プラスチックゴミとの因果関係ないやん、燃やすんやけんさ。あれって確か中国が捨てまくるっちゃろ、海に。それが溜まってるっていうニュースもあったけど、でそのなんていうと、メリットはないよね。だってあの売り上げだってどこに行ってるの？利権絡みなんじゃねみたいなね感じで思ってしまうっちゃけど、他に何、まずちょっと店員が聞きづらいよ。レジ袋いりますか？毎回聞いて怖いお客さんだっておるっちゃけんね。まあ それもあるし、まあ、人のエコバッグに入れるとか、コロナ感染のリスクも高まるし、あとあれ、なんて言うとしたかな、あれ、あと購買意欲がね、そがれるって言われてるやろ。まあ、レジ袋なんかもうちょっとでいいや、普通なんかついで買いでいっぱい買うっちゃけど、なんか購買意欲が注がれるよね。袋がこうマイバッグで行って、
マイバッグに入らんやったらもういいやみたいな、なんもいいことないとよねこれ。まあちょっとねこれ店員さんもたまらんやろうし、客もたまらんやろうし、政府だけやろ。他もなんか政府税金上げると、税金って増税のね政策を打ち出すとか言いようけど、ふざけんなってね。他国では逆に減税してるっつうのって、レジ袋も無償化にしたりしようのに、なぜか日本だけ真逆みたいなね。ちょっともうこん、ま、さらに疲弊させてどうすんのって、政府ね。まあ、ミルキーブルーソン政府批判派とかじゃないけど、さすがにレジ袋はねちょっと違うと思うよ。まあちょっとねミルキーブルーソンな素手で今度持って帰らんごと、ちゃんとねマイバッグ持っていこうと思っとけど、とにかくね日本政府もうちょっとしっかりしてくださいよ。変な政策せんでください。とにかく皆さん、レジ袋、店員に聞かれたら、いや、大丈夫ですよ。あ、いいです、とか、つい言わんごとせんと、大変な目に遭いますよ。気をつけてください。それでは。